おい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 、悪になっちまったんじゃねえの。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、こちらのオルターエゴマリシャスですね、新スキンが出て、まあツイッターの方でもね、あのなんかこう人気トレンドワードみたいな感じに入ってたんですけれども、ベリアルですね。はい。ベリアルの実装に伴い、グランブルーファンタジーバーサスでね、ちょっとこちらの、あのキャラクターが出てきたんで、まあ、ちょっと気になるよっていう方に向けて、まあ、入手方法についてのおさらいとかをね、まあ、多分プレステ4持ってなくても取れますかとか、まあ、今だったらプレステ5あるからさ、プレステ4買いたくないんですけど、なんかグランブルーバーサスでき、なんか購入しただけでシリアルコードもらえますかとか、まあ、ちょっと今回はそこら辺についての話とかをしていきたいなと思ってます。はい。で、まあ、こちらのオルタエゴマリシャス、ちょっと先にさ、奥義見たいよね。俺まだ奥義見てねえんだよな。どんな奥義なんだろう。闇の奥義。あれベリアルってあれだよね、アインソフオールみたいな、コン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 みたいな技してきたよね。そんな感じになるんかな。まあ、まずちょっとアビリティ見ようか。声はない。声あったらやばそうだな。ヒュイン、読書みたいなな。ヒュイン、シュピンだね。で、これで、奥義演奏にして、よいしょ。じゃあ、奥義見てもらおう、見せてもらおうか。サムシングデセプション。おー。おーほーほー。ピンピンピンって感じな。まあ、好きなタイプですね。中二病なので。僕はもう相変わらず、ちなみにジータってアビリティ変わったりするのかな？ちょっとアビリティの設定の項目もなんならまだ、アビリティの設定は特になく、でも男と女で奥義はさすがに変わんないだろう。エッチなんだよね、女のやつ。なんか、エッチなんだよね。具体例を出そうとしましたが、私は具体例を出すのは良くないかと思い、具体例をとどまった。なんていう男？しっかりしてるのね。ちなみに俺、キャラクターパスボリューム2まとめて、あ、読書ですね。そうですね。まあ、結構、あれだね。そこまでめちゃくちゃ凝ってるぜ、みたいな。例えばなんか、モーション4個ついてます、みたいな。ナルメア好き、みたいな感じでね。まあ、そんな感じではないかなっていう。同じですね。はい。っていう感じみたいです。で、まあ、キャラクターパスボリューム2がね、3000円ぐらいで購入したんで、まあ、多分、まあ、いろいろ入ってるんだろうな。まあ、今後それがボリューム1だったからさ、今、俺のオルターエゴマリシャスのやつが。まあ、こんな感じでね、まあ、あれだよね、背中のファーがあれだよな。背中のファー、天使武器だもんな、これな。名前なんだっけ？名前忘れたけど、闇属性の天使武器のあの、ふさふさだよね。そうだよね。この闇の子のシガのさ、ファサーを背中に羽織ってるもんな。これて、ここまでのファサー具合だったらもう、天使武器もう 1.23 倍からもう 1.2 倍ぐらいになってんだろ、これ。2倍、2.3 倍ぐらいになってんだろ。このファーの数、ふわ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 。天使武器めちゃくちゃ持ってる。攻撃力高まること間違いなし。ということで、まあこんな感じで、オルターエゴマリシャスっていう、まああの新スキンが出たんですけれども、まあ入手方法としてはグランブルーファンタジーバーサスの購入なんだよな。まあこれちょっとおさらい気味になるんですが、でまあ結構やっぱ質問があることとして、ゲームだけ買えばいいですかと。まあシリアルコードが必要なんだよね。で、シリアルコードを入力することによって、まあそれら、まあ、今回の場合だったらグランブルーファンタジー、グランブルーバーサス以外だったら、まあ、購入特典で、まあ、こんな感じで、ヒヒロカネ、混合、セフィラ玉髄、ダマスカス外傷10個の中からどれか1つを選べますよっていうやつ。で、RPG モードクリア特典で、宝鐘石5000個。俺まだクリアしてないんだよな。ハードクリアで、キグルビーと、ね、宝鐘石3000個。キグルビーっていうのが、グランブルーファンタジーの、なんかアーカイブスだったっけな。なんか13巻だか12巻ぐらいだから、続いてるんだけど、それを全部購入したらキグルビーもらえたんだけど、まあそれが RPG モードのハードクリアで取得できますよっていう風になってます。で、追加キャラクターセットベルゼバブ購入特典にて、あれだな、アストラルウェポンの4凸が手に入る。これ割と優秀だよね。今でも優秀なんじゃない？今でも優秀だよな。で、ナルメアの購入特典、ソリッツの購入特典、で、ジータの購入特典、で、ゾーイ購入特典、で、追加エピソードのメインクエスト45はクリア特典、まだクリアしてないですけど、で、追加キャラクターセットベリアル購入特典。まあ、ここから、まあ、今シーズン2が始まったのね。シーズン1がここまでかな。うん。
シーズン1がゾーイまでなんだけど、今あのグランブルーファンタジーバーサスではシーズン2が始まって、まあランクリセットもされてたね、ランクリセット動画もされて、ちょっとこう頑張ってねみたいな感じで始まってるんですが、まああの入手するにはシリアルコードの入力が必要で、その入力シリアルコードを呼び出すにはプレステ4から起動しなきゃいけないのね。そうだから、まあ、シーズンパスとかだけを買って、そのなんかシリアルコードだけ、購入シリアルコードだけメールで届くんだったら、それでいいよなって思うかもしれないんだけど、それじゃダメなんですよね。だから、プレステ4は買わなきゃダメ。で、そこから、そのプレステ4のグラブルバーサスのゲーム画面から、シリアルコード特典を呼び出し、で、そこからシリアルコードが出てくるよっていうような感じになってるね。うん。まあ、ちょっと条件として苦しいから、まあ、今だったらね、本当にさっきも言ったけど、プレステ5が出るって言われてる時点で、ちょっと今プレステ4買うのは正直ちょっと辛いような気がしますけれども、リリンクもプレステ4じゃない？そうなると、でもまだそうだよね、リリンクってまだプレステ4でしょ？ってなったら、まあ、まだ買ってもいいのかなっていう風に正直思いはすれど、うん、まあそんな感じなんで、まあ、もしちょっと今悩んでるよっていう人だったら、はい、まあ、参考にしてみてください。まあ、ただ、オルタエゴマリシャスは、まあ、結構闇スキンだからな。闇スキン好きな人多いよな。闇の力を手に入れた。主人公闇落ち。どうだろう、俺闇落ちしたキャラクターはね、戻るか死なないと納得しないんですよね。これ漫画のシナリオでわかるかな？俺闇落ちしたキャラクターはもう、俺は無理なんだっつって死んでいくか。なんかこう気合で主人公が戻さないとダメなタイプなんで。でもなんかベリアルはベリアルのままでいてほしいしな。むじいな。闇落ちキャラクターの扱いは。主人公が闇落ちか。俺仮面ライダーでも最終フォーム好きだから。悩む。